こんにちは古潮です、えー、世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまうっていう気楽なコンセプトで、えー、世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人についてまあ気ままに楽しく語っていくチャンネルです、えー、面白かったなと思ってもらえたらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますさて今回は、えー、日本近代文学 からあご紹介したいと思いますが、えー、このチャンネルでですね、日本近代詩人で、えー、中原中也、立原道蔵、宮沢賢治、伊藤静夫とですね、えー、4人、えーまあ、明治以降の日本の近代詩人をご紹介しました。結構詩が多いですね。外国に行くとボードレール、ベルレーヌ、プーシキン、えー、カロッサんかな、まあ、結構詩人がね、えー 自信の占める割合が普通の文学ユーチューバーの皆さんの項目より多いんじゃないかなと思っています。はい、えー、で今回は、まあ、そういう,こう日本のですね、えー、ちょっとブライ派の中原中也や宗教家の宮沢賢治とか、えーね、ちょっと特殊な人たちかなみたいなこう政党、日本近代史政党決闘の長男みたいな感じの、えー、三好達治。 についいいてて、えー、お話ししてみたいと思います。三好達治といえばですね、あのー、一番有名なのはもう何といっても「雪」あの二行の詩がありますね。太郎を眠らせ太郎の屋根に雪降り積む。二郎を眠らせ二郎の屋根に雪降り積む。 というですね、まあ、俳句のような、えー、素晴らしい、えー、二行の候補詞がありますが、あのー、その他にもですね、ここにツバメという三分詞、若い頃の三分詞なんですけどね、このツバメっていう三分詞はとっても とてもいい詩ですね。まるでヨーロッパ人が書いたんじゃないかっていうですね、素晴らしい着想であり、えー、表現の詩があります。こういうのはきっと中原中也とかはですね、書けなかっただろうなと思うぐらい、えーまあ、ある意味健全な精神による健全な深い哲学的な詩みたいな感じですね。あと、鹿とかね、あのこういう三分詩シリーズが結構あるんですよね、はいで。ちなみにいつも僕はこの詩集シリーズを持ってですね、この、えー、どこのっとどこ 会社だったかなこれ日本史集で世界の史集もこのシリーズで、えー、あるんですけど、あのー、このシリーズはですね、えー、あれあ角川書店角川書店が昔やってたやつであのこれを読む昔のホームドラマだとこれを主婦が読んでるシーンとかねあって一時期を 一世を風靡した刺繍ですでちなみに最後のところに、ですねこんなあのフォノシートって、若い人は知らないでしょうね、フォノシートっていう,こう、ビヨンビヨンビヨンとこうレコード版もどきのものがですねあって、ですねこれをレコードのターンテーブルに置くと、ちゃんと音がするんですよ、フォノシートっていうものが昔あったんですよね。で、ご本とかに挟んで、えー、聞くんですけど、これにですね三好達治の詩の朗読が入ってるんですね。えー、朗読をした人は、ですね北大路欣也さん。 ですねとっても若い頃はですねこれ何十年前なんだってね、二十歳過ぎぐらいの頃の北大路金哉さんが三好達治の詩を朗読しているっていうことになりますね。えー、全部で20巻か30巻かありますからね、昔の人たちがこのシートを使って朗読していたってことですね。で、えー、今日はそういうこう三好達治のですね、えー、ます、あ、で、えー、に2行のさっきの詩は朗読しましたが、あー つばめをね、朗読してもいいんですけど、今回はですね、これを朗読したいと思っています。あの昔、えー、僕が若い頃、もうね、高校の教科書に載ってた一転章という詩があるんですね。えー 昔、高校の教科書に必ず載っていた。まあ、今もあるんじゃないかなってね、日本近代史って言ったら、まあ、中原中也の北の海とか、伊藤静雄の荒野の、まあ、伊藤静雄はね、えー、教科書に載ってますけど、荒野の歌はきっと高校生には難しいから載せていませんが、この三好達治のですね、えー、一点あ正確には1点勝、2点勝っていうんですけどね。 があって僕のブログで紹介していますのでせっかくだからこれを朗読したいと思いますはい一点章二点章静かだった静かな夜だった時折にわかに風が吹いたその風はそのまま遠くへ吹きすぎた一二旬の後一層静かになったそうして夜が更けた そんな小さなつむじ風もその後谷間を走らない一時が鳴った二時が鳴った一世紀の半ばを生きた顔の黄ばんだ老人のあの古い柱時計柱時計の夜半の歌山の根の冬の旅籠のあああの一点小二点小その歌声が私の耳によみがえる その物うげな歌声が私を呼ぶ私を招く庭の日陰にむしろ敷いて妻は子供と遊んでいる風車の回る風車小屋おもちゃの粉屋の窓口から砂のそば粉がこぼれ出るパン粉ですねすいませんパン粉の砂の一さじを粉屋の屋根に落とし込む くるくる回れ風車、くるくる回れ風車。卓上の百合の花芯はしっとり汗に濡れている。私はそれを覗き込む。そうして私は私の耳の空耳に過ぎ去った遠い季節の静かな夜を聞いている。ああ、あの一点小、二点小。ということで。 まあ三好達治は近代日本最大の本格的叙情詩人であろうというふうに思っています。まあ、最初に言いましたように中原中也のような癖もなく、えー、島崎藤村のような古文町の57号でもなく立原道三のようなめめしさもないもう非常に健全で、えー、素晴らしい情緒をあふれる近代叙情詩人だというふうに 思っていますちょっと読み間違えましたのでね、えー、残念でしたけど、えー、またいつかさっきのツバメみたいなものをね、えー、朗読コーナーで読んでみたいと思います。えー、いつの間にか朗読コーナーと銘打って、えー、解説を放棄していますけど、三好達治はあ素晴らしい詩人です。はいでは本日は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。